川崎麻世俳優、川崎麻世61が14日、インスタグラムなどで再婚したことを発表した。東京駅をバックに、ウェディングドレス姿の新婦にひざまずく写真を添えて、かねてからお付き合いしていた方と入籍いたしましたと報告。彼女と笑顔があふれる穏やかな毎日を過ごしていきたいと思っておりますと綴った。所属事務所は一般の方と結婚しましたとしている。関係者によるとお相手は元タレントのカノンさん40で、現在は料理研究家として活動中。釣り好きで2022年にはサンケイスポーツの釣り面にも登場。フィッシングショーのサンスポブースで司会を務めたこともある。釣りデートで愛を育んでいたといい、婚姻届は先月東京都内の区役所に提出したという。川崎は1990年にタレントガイア62と結婚。一男一女を設けるも双方の異性問題などが報じられ、2004年から別居。長年離婚裁判を行っていたが、昨年10月19日に成立したことを報告していた。川崎とカノンさんは15日放送の日本テレビ系踊るさんま御殿火曜あと 8.0 に揃って出演する。